はい、皆さんどうもこんにちは。先日ネットで注文していたパタパタバード、ね、届きました。これは鳥のおもちゃです、ね。なぜこれを買ったかというと、なんか面白そうだなと思って、まあ単純にそれだけです。ここの説明書きによると、上下を逆さまに持ち、尻尾の下についているハンドルを50回ほど回します。なるほどね、50回、何回か分かんない。 1,2,3,4,5,6,7,50 回ほど。よし、飛ばしてみますね。よっ、そら、あら、飛ばない飛ばなかった。レバーを水平方向に、あれ、うわ、飛んだ。お、うわ、あれれれ、飛ばない、飛ばなかった、飛ばなかった、飛ばなかった。確かに翼は動きましたけど、飛びませんね。もう一回やってみるか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 そして尻尾を上に向けるって書いてある。尻尾を上に向ける。説明書きをよく見たら、頭の右脇のレバーを下に戻し、翼が動き始めたらゆっくりと水平方向に飛ばしてくださいと書いてありました。僕さっき飛ばしてないですね。ただ手を離しただけだったんで、飛行機のように、あの、手の力によって飛ばすっていう意味ですね、これね。そういうことだったのか。ああ、起き出した。やり直します。いきますよ。よいしょ。飛んでった。本物みたいけど、あんまり長い時間飛ばないですね。ネジを80回ぐらい回しました。それではもう一回飛ばしてみます。いきますよ。よいしょ。あ、飛んだ。飛んだけど、そんなに長い時間は飛ばないな。